はい、お疲れです。いいです。おめでーす。よし。ということで、今回は、これはお待たせしましたと言わなければならない。ピンクサファイアさんのピースアイラビューをやってみました。これ何気に結構前から、はい。リクエストが。たくさん。なんなら立ち上げ1本、2本目ぐらいかな、ありましたね。プリプリの次に来るぞこのガールズバンドみたいなので現れたの。なんていうのあれ、彗星のごとく。彗星、彗星か、彗星のごとく現れたんだよな。 PS I Love You は衝撃やったね。多分今でも多分カラオケで歌う方がめっちゃおると思う。これね、気持ちいいね。あんなそこまでしんどないしな。でな、メロディーもキャッチーだろ。だから今でも歌ってる人いると。ハイブリッドな感じするよね。ハイブリッドって何ですか。いいとこ取りよ。だからプリプリの可愛さと、そうね、なんか庄屋の激しさとみたいな。そうね。これは、うん、この曲は例にも漏れず、うん、ドラマ主題歌なわけですか。その通りでございます。この頃やっと出てきたんかな、吉田栄作さん。トレンディードラマといえば吉田栄作さん。吉田栄作さんが出ているドラマってこと。うん、気持ちいい恋したいですね。合ってますね。よろしいですか皆さん。あのそう、あのな、これは月9なんです。伝説の月9。月9、このぐらいから多分な、ちょっとずつ月九というのがすごい流行り出したんかな。ほんで、全盛期がロンバケやで。ロンバケーション、ララララブソングやってるんで聞いてください。久保田としのぶさん、うまいな。最後に覚えてる月九ってない。覚えてないけど、なんかもう、キムタクは月九の帝王みたいな。うん、やな。だから、キムタクの一個前が多分吉田栄作さんやわ。月九トレンディドラマといえば、もう吉田栄作のセンター分けのサラサラヘアのイケメン。もちろん俳優、さんやけど、うん、もうあれやね、マネーの虎のせいでもそっちの印象が強いわ。誰？吉田栄作さん。マネーの虎？なんだ？マネーの虎聞いたことあんな。鑑定するやつか。それ何でも鑑定だよ。うん、あの倉庫に眠っていたこれは幾度になったよ。なんか何でも鑑定だよって、それは。マネーの虎って何？なんかめっちゃミュージシャン出てないこのドラマ。昔は割とミュージシャンの人が兼俳優さんをよくあったよ。島大輔さん。島大輔さんって何やだっけ、あのロックンロールの。突っ張ることが男の名前は、たった一つの勲章やな。それは有名。宇都宮さん。ああ、そうそう。大月健一さん。筋肉少女隊。なんかすごいピンクサファイアさんの大ファンで、なんかライブも行ったよとかいう人おるんかな。いや、もうそれ多いな。なんかね、衣装もな、統一されていたイメージ。メンバー全員こうそれぞれの色がというよりは、もう白の時はみんな白綺麗に揃えてるイメージだな。ピンクじゃないの。うん、真っ白とか全員白。ピンクサファイア言うてんのに。うん、それじゃ、なんか YouTube 見てたら2017年やったから、なんかまた歌ってあったり。ああ、ボーカルさんだけやろ。うん、あ、全員で？あ、何でそんな嘘ついた。皆さんで。へえ。まあ今回ピンクサファイアさんの曲が月9やからな。月9ドラマの中で好きだった月9を教えてください。この長い歴史のある月9の中で、みんなが一番これ見た、これハマったっていう月9ドラマを教えてください。ラブジェネ。ロンバケの。はい、ということで今回は、ピンクサファイアさんの PS I Love You をやってみました。この動画いいなと思ってくれた方は、はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。つがいでした。また来週。